オバフェミ、ジェレマイア・オエニア・ウォーローは、ナイジェリアの政治指導者。元後軍州の意見ネ出身のヨルバ族で、ナイジェリア独立以前から政治活動をはじめ、エグベオーも、オドゥドゥは、ナイジェリア労働組合会議、行動党など、たくさんの組織を設立した。ザ・ニゲリアンワーカー氏の記者であり、ナイジェリア産物防衛機化協会を組織し、ナイジェリア動力輸送組合の初期を務めた。 ナイジェリアで小学士号を得た後、ロンドンで法律を学んだ。独立前の1952年から1960年まで、ナイジェリア西部州における最初の現地人の首相となり、1960年からは連邦議会でアブバカルタファワバレワ首相に対する野党行動等の代表として活動した。アオローは国家が教育と、 社会基盤整備に資源を振り向けるべきであると信じた指導者であった。これを浪費とみなす議論もあるものの、彼は西部州において初等教育を無料化し、アフリカ発のテレビ局を整備し、西アフリカ発の競技場を建設し、ココア輸出産業からの利順を使って電化計画を推進した。ヨルバ族の多いナイジェリア西部では絶大な支持を受けた彼の左派的な政策は、 全国的には不人気であった。北部のムスリムの北部人民会議は彼がイギリス政府に操られていると信じていた。独立前にアオローは行動党の主要なメンバーから連邦議会で活動するように説得され、西部州首相をサミュエル・アキントラに任せた。アオローとアキントラには西部州に関する政策をめぐって、 深刻な対立があり、1961年には、アオローは、アキントラを、西部州首相から解任しようとした。憲法改正論議も絡んで西部州に非常事態が、発令され、アキントラのグループは新たに、ナイジェリア国民民主党を結成した。アキントラは、連邦政府首相タファワ・バレワの NPC と手を結んだ。アオローが、アキントラとその新たな政党が敗北したと主張した。 選挙は結果が公然と捜査された。アグベコヤと呼ばれるアキントラ支持者に対する暴動と共に反乱が起こった。これはナイジェリアの政治用語ではウェティと呼ばれるようになった。1963年6月、アオローラはクワメエンクルマのガーナ当局と結んで連邦政府を転覆しようとしたとされ反乱未遂罪で投獄された。1964年末、 行動等の残されたメンバーは、イボ人が多数派である NCNC と組んで選挙に参加したが、不正選挙との非難の中で NPCNNDP 連合の勝利が宣言された。1966年1月15日、チュクマカドゥナンゼオグ将サラ率いるクーデタにより、バレはアキントラ、北部州首相のアフマドベロラが殺害された。 翌日までに事態を収集したジョンソン・アグイー・イロン氏、少将が最高軍事評議会を設置して、憲法を停止し、中央集権下を図ったが、反イ母暴動と共に7月29日参謀総長、薬部オン中佐、ムルタラムハンマド中佐らに倒された。オンは、アオローラを釈放し、連邦制を復活させ、さらなる州の細分化を図った。 虐殺を逃れたイボや東部衆軍政官となった、お塾中佐はこれに反発し1967年5月30日、ビアフラ共和国の独立を宣言し、ビアフラ戦争が勃発した。アオローは、ビアフラ側と和平交渉にあたり、部長に終わると、軍事政権の財務省として、イボ人の預金を凍結した。アオローは、戦争が終わると辞職し、選挙に備えた。 1979年アウォローは行動党の後継としてナイジェリア統一党を結成した。アウォローは大統領選挙に立候補し40万票差でシェフ、シャガリに敗れた。1983年再度立候補し、今度は400万票以上差をつけられ、アウォローは不正を訴えた。アウォローはクワメ・エンクルメや一部の西側の政治家から権威を受けた。 行動等の政策や、人生をより豊かにという標語も広く支持された。また、彼は独立運動や政治構造論、ナイジェリアの将来の見通しなどに関して、パスツーニゲリアンフリーダム、ソーツオンザニゲリアンコンスティテューションなどいくつかの著書がある。イレイコールイフェのイフェ大学は1987年5月、アオローが亡くなると彼にちなんで、オバフェム・アオロー大学へと改名された。 また百内ら紙幣に彼の肖像が使われている。ありがとうございます。